玉名温泉は、熊本県玉名市にある温泉。古くは立岩寺温泉と呼ばれた。かつては、炭鉱で栄えた福岡県大牟田市から近いことから、三井の奥座敷として栄えたが、現在は衰退し、温泉旅館も、かつての半数以下となっている。ラジウム含有量が多いとされる。美人の湯として知られる。羽木川沿いに11軒の旅館、ホテル。 5つの日帰り温泉施設が存在する。温泉街では、湯巡りチケットを発行している。市営の公衆浴場は、玉の湯の一軒のみ存在する。玉の湯は1992年に改築され、日帰り入浴施設にも近い雰囲気となっている。2004年4月、誰でも、無料で、利用可能な、白鷺の足湯が、立岩寺公園内にオープンした。 玉名温泉観光旅館組合によれば、以下の十一つの旅館が営業中。平家湯は、約千三百年前とされ、炭焼きの仕事をしていた、匹の小五郎が発見したとする伝説が伝わる。満月の夜、都の姫君が観音から、日後の国玉署名の匹野の,の里にいる炭焼き、小五郎を夫にするようにと、お告げを受け、小五郎の家を訪ねる。小五郎は貧しく、 米の蓄えすらないと断ると、姫は、お金を渡して米を買いに行かせる。途中、白鷺に出会い、お金の意味を知らない小五郎は白鷺にお金を投げつける。怪我をした白鷺が、湯煙が昇る田んぼに降りると、しばらくして元気に飛び去った。小五郎が、この田んぼを探ると、温泉が湧き出した。玉し引きの長者伝説、引きの小五郎は、 温泉地内の神社に祀られている。鉄道バス。ありがとうございます。